この時間は茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。107歳の刺繍作家上杉光子さんの作品展が石岡市国府3丁目の街角情報センターで開かれました。個展は一昨年に続いて2回目で、一針一針長寿への感謝と真心を込めて縫った動物や人物、風景などを描いた作品25点を展示しました。中には制作に 4、5 ヶ月かけ、横およそ50センチ、縦およそ130センチの力作もあります。これまで制作した作品は高い評価を受け、茨城年輪文化祭ワクワク美術展では、2010年から昨年まで4年連続で県議会議長賞、特別賞、県教育賞賞などの受賞を果たしています。上杉さんはこの日、訪れた来場者に、好きなことを楽しむことで元気でいられると長寿の秘訣を披露しながら作品展開催の喜びを話しました。おめでとうございます。頑張ってますね。早かったいです。お手紙いただき、一時は白内障の手術も受けましたが、現在は回復し、上杉さんの一日の作業時間は3、4時間にも上るそうです。すごい、普通の絵でも大変なのに。上杉さんの刺繍作品は幅広い年齢層の来場者を魅了しました。107歳の方の作家さんの作品ということで、もう一つ一つがすごい力強くて、パワーがもうこう溢れてて、すごく元気をいただきましたね。なんか自分ももっと頑張んなきゃって思いました。一番ですか？選べないですね。でもどれも素晴らしくて、やっぱりでも観音様が一番素敵ですかね。そうですね、ぜひ上杉さんもまだまだ元気にたくさん作品作っていただきたいですね、はい、もう周りの皆さんのすごいパワーになると思うので頑張っていただきたいと思います。もうね、思いがけないね、本当ありがとうございました。やっぱ何かすることがあると年取っておるとね、他のことはできない。だからね、じっとしてるのも嫌だから、裁縫をしたりね、裁縫してますわ。それで暇の時こんなのしますけどね。もうね、107歳で展覧会なんて本当にもびっくりして飛んできました。いや、もうしっかりしてらして本当にびっくりですね。石岡にこういう方がね、住んでらっしゃるっていうことが本当に誇りに思います。皆さんに見せてあげたいと思いますよ、107歳の作品なんてね。作品展は5月6日までで、5月1日は休館、6日は午後5時までとなっています。続いてのニュースです。耐震工事などに伴い長期休館していた日立市宮田町の市郷土博物館が26日展示を再開しました。東日本大震災による被災箇所の改修や耐震補強工事は昨年7月から行われてきました。天井の修復やトイレの改修なども実施されました。補強部分はですね、前耐震調査で問題のあったところに各所にブレスを入れたり、壁の内部の強化でありましたり、震災の復旧という部分では特別展示室が天井が落ちるとかしましたので、その部分の復旧等を今回の工事で実施しました。吉成明市長ら関係者が出席してテープカットや再開記念式典が開かれました。長期間にわたり施設の利用が制限されてまいりました。この郷土博物館がこれまで以上に本市の郷土や文化に関する学芸の拠点として多くの皆様から愛され、
大いに活用され続けることをお願いしております。初めてなので緊張しました。開館することが楽しみです。収蔵美術品展ではおよそ500点の所蔵美術作品の中から茨城家や日立にゆかりのある絵画、彫刻などおよそ30点を展示しています。近年、といいますか90年代以降に集められた作品が主なんですけれども、例えば中村常は茨城を代表する明治の洋画家 と宗像志功さんとかですね、日立と直接の出身とか在住ということはないんですけれども、あと彫刻ですね、後藤誠一さん、小鹿隆久さん、佐藤忠良さんの3点を今回ご紹介してますけれども、これらも当館のコレクションの重要な一部であります。郷土博物館を拠点に活動する日立ふるさと文化少年団の入団式も行われました。3年ぶりにこちらの方に戻ってこれて、とても嬉しく思ってます。これで充実した活動が、さらに進めていけるということで喜ばしく思ってます。これからさらに PR して、博物館を親しみられる博物館になれるよう、博物館の皆さんと一緒に頑張っていこうという、願いでございます。博物館っていうのは一つの重要な使命に文化財あるいは文化遺産を保存して後世に伝えるっていうのが重要な仕事だと思ってるんです。市民の皆さんが足を運んでくれることがこの博物館を育てることになりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。収蔵美術品展は6月1日まで開かれています。最後のニュースです。茨城町長岡のイオンタウン水戸南で27日、イバキャラ祭り2014プラス北関東が開催されました。東日本大震災からの復興を後押ししようと2012年から開催しています。県内のご当地キャラクターが大集合してサッカーの PK 戦を行いました。今回は地域の活性化と北関東自動車道の利用促進を図るため栃木県、群馬県からの参加もありました。ゆるキャラ祭り2014プラス北関東を開催させていただきます。まずはこちら B コーナー、まいりゅうくんのですねご紹介をさせていただきます。ゴール入った、ゴール PK 戦の会場ではお気に入りのご当地キャラクターを応援したり、思いがけない鋭いシュートに大きな拍手が送られました。なんかみんな真剣になんか蹴ってて面白かったです。はい、アライペさんが可愛いなと、髪の毛がキュートでさっき写真撮ってもらえちゃいましてとっても良かったです。楽しい。はい、嬉しいですか、いっぱい会えて嬉しい。はい、以上です。アライペが可愛いです。どのキャラクターも可愛いです。ミトちゃんはもう本当に可愛い、もう一目惚れ。やっぱり癒されますよね。これだけ茨城にゆるキャラがあるなんて本当にここに来て初めて知りました。ご当地キャラクターたちは子どもたちとゲームを楽しんだり観光 PR を行ったり記念撮影に応じたりと大忙しでした。日立大宮観光大使の菊池です。今日は初めて日田丸が PK に参戦します。ぜひ頑張ってほしいです。おみたま市から参戦いたします、おみたんです。初参戦ですが優勝するつもりで頑張っていきたいと思います。頑張ります。今回こちらのイベント初参加ということで大洗町、ゆるキャラ荒いっぺと一緒に来させていただきました。こういったイベントを参加することでですね、大洗町の特産品のシラスだったりとかお口のハマグリだったりとかそういったものをいろいろと PR できるいい機会となっておりますので参加させていただいております。ぜひ大洗町をよろしくお願いいたします。第1回開催に比べ参加市町村団体数は合計10団体増え、25団体がブースを設けました。ご当地特産物や名産品、キャラクターグッズを販売し観光パンフレットの配布なども行い地元自治体や企業などをアピールしていました。
東日本大震災からの復興をですね、地域の皆様と願ってスタートいたしました。第3回となる今回はですね、さらになる、地域の活性化を願いまして、茨城県の皆様、そして栃木県、群馬県の皆様にご協力いただきまして開催させていただいております。で、今後もですね、元気な北関東をですね、 PR するために応援してまいりたく思っております。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。続いては IBS 茨城放送リポートを3本続けてどうぞ。水戸はすでに桜の花びらが散って葉が伸び始めています。これからは葉桜の季節でしょうか。水戸の桜の春はもうそろそろ終わりですね。しかし今日は本当にいい天気の日曜日。もう少し今年の春を楽しみたくて、どこか桜の花がまだ咲いていないか、今車を北に走らせています。茨城県多賀郡地王町、現在の高萩市と日立市にまたがる三方山に囲まれた高台です。東側は海、太平洋、そして中心には桜並木、左右には緑の芝生、その奥に見えてきましたパラボラアンテナ、大きいですね。これは当時のものではなく、その後に建造されたもの。直径はなんと32メートルあるそうです。ということは円周は100メートルあるんだ。散る花びらの中そびえ立っています。現在は衛星通信の役割を終えて電波望遠鏡に改造され、抜群に視力のいい電波望遠鏡として活躍しています。アンテナ群の近くにある宇宙科学教育研究センターで説明を受けました。これは何のアンテナだ。下がるんだ。あ、下がって。パラボラアンテナです。うん。何をするためのアンテナなの？宇宙からの電波をキャッチする、アンテナです。お皿の部分はパラボラっていう形で、それで、どこからでもまっすぐ来たら絶対真ん中に集まるっていう仕組みになっています。ということは、いろんな星からの電波をキャッチする。はい、その通りです。かなり遠くまで見えるの？見えるっていうわけ。見えるんじゃないんだ。電波が、分かって、写真っていうわけじゃなくて、写真でもない。写真で形、星の形が分かるっていうわけではなくて、電波をキャッチするっていう意味なので、ちょっと違う感じです。見えない、写真にもなんない、でも星が分かる。星がどの電波を出しているかが分かる。空に向かっている巨大なパラボラアンテナ、その先にもう数えきれないほどの星たちが瞬いているのです。私は今、常陸太田市にあります山吹運動公園にお邪魔しています。こちらには野球場、テニスコート、グラウンドなどがある公園なんですけども、この中にまるで保育園かなと思うような浸水広場という広場と公園の休憩所がリニューアルオープンしたんです。なんとこのリニューアルオープンした場所はですね、
常陸太田市といえば子育てというのがすごく熱心なイメージがあるんですが、そういった子育て支援の一環にもなるようにという願いが込められているということで、この時間はこの施設管理事務所の所長高野秀夫さんとリニューアルオープンした公園について伺っていきたいと思います。高野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この時間はあの駐車場からもうたくさんの人がもう続々と入ってきて、この中は本当にお母様とお子さんたちでも溢れ返ってるような感じですよね。そうですね。近くに住まれてる方がこうやって利用されてるんですかね。聞いてみますと、ほとんどが日立太田市内から、おいでになってるというようなことを聞いてます。でしょうね。でもあの本当にお母様方もあの一角にこう固まってあの話されていて、その周りを子どもたちが自由にかけっこしていたり、あのトンネルの中をくぐったり網の上を登ったりということで、その自由に、ね、遊んでる感じがすごくするんですよね。であのこのリニューアルオープンということなんですが、きっかけが東日本大震災だったそうですね。はい。今あるところにはあの幼児プールと、それから25メータープールと50メータープールがあったんですけれども、それが被災しちゃったということで、跡地に、それではどうしようかというようなことで、この遊具とか噴水とかというもので、考えて、作ったというようなことなんです。はい。どうですか、皆さんのこう様子というのはどんな感じに受け止められますか。そうですね、まだの浸水広場の方は、夏場ということで考えておりますけども、幼児が水に触れたり水遊びができる噴水施設の整備と、それからこの遊具、大型遊具ということで、オールシーズンで子どもたちが利用できるような遊び場ということで考えて整備をしました。うん、オールシーズンね、これからこの浸水広場ができると思うと楽しみですよね。であのね、その広場の隣に休憩所があるんですが、ここもとっても面白くて、絵本コーナーがあったり、あとお遊戯室があるんですけど、お母さんたちがね、さっきゆっくり入ってあの本を読んでいたんですけど、そして子どもたちを遊ばせつつ自分たちの時間も確保できるって感じになりそうですね。そうですね。ね、でさっきね、お父様と女の子で一緒に来ていたんですが、お父様に話伺ったら、いや子供子にね、急かされて早く行こうよなんて言われるもんだから仕事が手につかないんだよなんていう声もありました。嬉しいですよね。嬉しいですね。本当にあのお父さんお母さんよりもなんかおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に来てるようで、たくさんの方に利用していただきたいと思います。はい。じゃあ今後もそうして市民の皆さんの交流の場にもなってほしいみたいな、そういう願いがあるということですね。そうですね。はい。高野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この時間山吹運動公園から、事務所所長の高野秀夫さんにこのリニューアルした浸水公園についてお話伺いました。以上、藤井がお伝えしました。皆さん、こんにちは。ステーキハウスベルギー館の田尻圭一郎です。 JR 日立多賀駅近くで洋食店を営んでおります。日立牛やオーストラリア産などの肉を使ったステーキとハンバーグ、県産の野菜と米を使ったオムライス、パスタなどの洋食をご提供しています。そんな当店のおすすめランチはビーフシチューです。厳選した上質のバラ肉と野菜をじっくり3日間かけて仕上げています。柔らかい牛肉と
味に深みのあるソースをどうぞご賞味ください。またオムライスもおすすめです。自家製トマトソース、ふわふわの卵、ミックスチーズが絶妙なハーモニーを奏でています。店で使用しているお米は日立大宮さん、昔ながらの天日干しで熟成させたお米を契約農家から取り寄せています。日立市多賀にお越しの際はぜひ当店で美味しい食事を楽しみながらゆったりとした時間をお過ごしいただければと思います。よろしくお願いいたします。今回が初めてですね。あの前回昔なんかあの女房が来たことがあるという話で、それで今日来てみました。今日はね、なんだっけ、ナスとベーコンのトマトソース、トマトソースパスタっていうのかな、美味しいですね、とてもいいです。